ジョン・バートラム・ハワード・パイルの挿絵ジョン・バートラムは、アメリカ合衆国の植物学者、園芸家、植物収集家である。ペンシルバニア入植地に、クエーカー・京都に農家に生まれた。自らを単なる農民だと自認し、地元の学校で教育を受けただけであったが、修正、医学や薬用植物に興味を持ち続け、多くの書物を読んだ。自らの農園で興味ある植物を育てたことに、 始まった植物学への貢献は北米の植物に興味を持ったヨーロッパの植物学者、園芸家と知り合うことによって商業的にも成功した。アメリカ東部の入植地を訪れ植物採集を行った。1743年にオンタリオ湖川を訪れ、見分期、オブザベーションズ・オンザ・インハビタンズ、クライメート、ソイル、リバーズ、プロダクションズ、アニマルズ、 and o t h m a t t e r o l notice made by Mr. John Bartram in his travels from 1765年から1766年の冬、フロリダ東部を訪れ記事を出版した。オハイオ川の流域も訪れ、これらの最終旅行の成果はヨーロッパの収集家に送られ、ヨーロッパの収集家は書籍や演芸用の装置を与えた。バートラムは アメリカ植物学の父とも評価され、リンネの分類学に貢献した。バートラムの標本は、リンネやヨハン・ヤーコップ・ディレン、ヤン・フレデリック・グロノビウスらによって研究され、リンネの弟子のペール・カルムが1749年から北米の植物採集のために北米を旅したのを援助した。著作のダイアリー・オブ・エージャー・ニース・ルー・ザ・キャロル・イナズ・ジョージアンド・フロリダによれば、 バートラムの収集活動は入植者によって支援され、フロリダでは植民地の長官、デイビッド・イーツの支援を受けた。フィラデルフィア近郊に作られたバートラムの8エーカーの植物園は北米最初の植物園とされる。ベンジャミン・フランクリンと共に1743年に設立されたアメリカ哲学協会の設立者となった。ヨーロッパで栽培された。 北米の樹木や花はバートラムが送った種子が元になっていることが多く、1730年代から植物愛好家で王立協会の会員で商人のピーター・コリンソンがバートラムの仕事を助けた。コリソンはバートラムから送られる新しい植物を友人や仲間の園芸家と分け合った。これらの園芸家にはピーター・ウやチェルシーやクソーエンのフィリップ・ミラー、マーク・ケイツビー、 リッチモンド伯爵、ノーフォーク伯爵がいる。コリンソンが代理人となって園芸家から依頼されてヨーロッパに届けられる植物はバートラム・エスボックシズとして知られるようになった。1765年にコリンソンやベンジャミン・フランクリンの尽力で北米における王室植物学者に認じられ年間50ポンドの年金を受け取ることになった。王立植物園にも 種子や植物を送ることになった。1769年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。二度結婚し11人の子供を生まれた。息子のウィリアム・バートラムは植物学者、博物画家として有名である。バートラムの植物園は三代にわたる子孫によって1850年まで経営された。バートラムは 植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・バートラムを示すのに使われる。アイスリー・ドゥエイン・ワン・ハンドレット・アンド・ワン・ボトニス・ツ・ピアニッシモ・80・81。ありがとうございます。